ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア Z2SO-03 回ドコモスマートフォンにエクスペリア Z2SO-03F はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つエクスペリア Z1SO-01F の 後継機種でグローバルモデルであるエクスペリア Z2 の日本国内ローカライズモデルとなる。デザインはエクスペリア Z やエクスペリア Z1 を継承しており、画面サイズは Z1 の5.0インチから5.2インチへとスペックアップしている。また、カメラに関しては、Z1 の同等の2070万画素の x m a RS4 モービルとなっているが、新たに 4K 動画の撮影が可能となった。他にも、日本独自機能として、ワンセグフルセグの TB、お財布形態に対応しているが、現行の日本国内向けの Xperia シリーズと、同じく赤外線通信には対応していない。OS は、Android 4.4を搭載している。グローバルモデルに関してはすでに Android 6.0へ、アップデート可能だが、 日本版である本機種は2015年7月28日に配信された Android 5.0への OS アップデートをもって終了した。日本版で5.0へのアップデート直後はテレビの不具合が見つかったため一時中断していたが9月15日に再開された。キャッチコピーは感覚を揺さぶるエンターテインメント体験をフラッグシップモデルで防水規格は IPX5-8 で、水深1.5メートルに30分沈めても、正常に動作する性能が示されている。PC 連携アプリケーションプリインストールアプリケーション、対応プロファイル、HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PUBAP、PAN、HDP、MAP、DID、ホグップハットただし、 ハイレゾ音源を再生する場合、それに対応した USB ホストケーブルおよび USB 入力対 o DAC、ヘッドホン、あるいはスピーカーなどが必要となる。ただし5.0アップグレードすると本体から直接再生が可能になる。受信時 150Mbps、送信時 50Mbps 受信時 14Mbps、送信時 5.7Mbps 連続視聴時間、約320分連続視聴時間、約330分連続視聴時間、約440分ソニー、ノイキャン対応、エクスペリア Z2 と、世界サイウス、エクスペリア Z2 タブレットから携帯ウォッチ2014年2月24日、ABCD エクスペリア Z2SO-03、回の製品アップデート情報をお客様サポート、 NTT ドコモパソコン接続による更新は2014年9月18日18時より実施可能ソフトウェア更新の対象は2014年6月27日より提供している機能バージョンアップを実施された携帯電話になるため事前に機能バージョンアップを実施するかまたはパソコン接続による方法でソフトウェア更新が必要パソコン接続による更新は 2014年11月18日18時より実施可能。ありがとうございます。